はいどうも、のびりょうThank you.
桜の木描くことができましたけども、正直ですねオイルクレヨンダイソーのね24色まだねあの細いからねすぐなくなる気がします。削っていくとどん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 削れていくんでクレヨンって。なのでこれのね24色の半分12色だったらもうちょっとね太いので色がね12色しかないけどありました。もしかしたらね色をそんなに使わない方はこっちよりもその12色でちょっと長い方の方がいいかもしれないですね。でもね正直ねこれが100円で、このように自分のね感性を磨ける絵を描けるっていうのは本当に最高だなと思います。本当にダイソー様様ですね、オイルクレヨンね皆さんね家でね楽しいものの一つとしてオイルクレヨンを買ってみてはいかがでしょうか。最高でした。ということでねまた次のイラストを描きにまた旅に出たいと思います。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。